広島の山林にタケノコ取りに入ったまま行方が分からなくなっている70代とみられる女性について警察や消防が今朝から捜索を再開しましたが今も見つかっていません。行方が分からなくなっているのは恵庭に住む70代とみられる女性です。女性は昨日午前6時半ごろ友人と3人で北広島市三島の山林にタケノコ取りに入り約束していた午前10時になっても集合場所に戻らなかったため友人の男性が警察に通報しました。女性は携帯電話を持っていますが車の中に置いたまま山に入ったということです。ヘリコプターも動員し警察や消防などおよそ30人で今朝から捜索していますが女性は今も見つかっていません。